ジェイミー・リチャード・バーディは、イングランド出身のサッカー選手。元イングランド代表。レスターシティ所属。ポジションはフォワード。日本では、バーディのほか、バーディ、バーディと表記される。16歳の時にシェフィールド・ウェンズデーで居場所を失った、バーディは、ストックスブリッジ・パーク・スティールズでサッカー選手としての、キャリアを始めた。2007年にトップチームでプレーを始めたが、 当時の給料は週休30ポンドであった。3シーズンを過ごした後にノーザンプレミアリーグに所属していたハリファクスタウンに加入し、1年目のシーズンに27ゴールを挙げ、クラブの選手間投票による年間最優秀選手に選ばれた。2011から12シーズンもハリファクスでシーズンを開始したが、2011年8月にカンファレンスプレミアに所属していた。 フリートウッドタウンへ移籍。フリートウッドタウンでは31ゴールを挙げ、バーディ自身は2シーズン連続で所属クラブの年間、最優秀選手賞を受賞することとなり、クラブはカンファレンスプレミアのタイトルを獲得した。2012年5月、ノンリーグに所属する選手に支払われる移籍金としては、史上最高額となる100万ポンドで、当時チャンピオンシップのレスターシティへの移籍を果たした。 レスターシティでは2013から14シーズンに16ゴールを挙げチームのチャンピオンシップ優勝とプレミアリーグ昇格に貢献。2015から16シーズンにはリーグ新記録となる11試合連続ゴールを記録するなど得点ランキング2位の24ゴールを挙げ、レスターシティの奇跡的なプレミアリーグ初優勝に大きく貢献。自身も FWA 年関西優秀選手賞に、 選出された。2019から20シーズンには、プレミアリーグ史上最年長となる33歳で、得点王を獲得した。ストックスブリッジパークスティールズ時代のバーディサウス、ヨークシャーのシェフィールドに生まれたバーディのキャリアは、背の低さを理由にシェフィールドウェンズデーから放出され、8ヶ月間サッカーから、離れた後の16歳の時に加入した。 ストックスブリッジパークスティールズで始まり、リザーブチームから、カリー・メローが指揮を取っていた2007年に、トップチームデビューを果たした。バーディの活躍は、フットボールリーグ所属チームの関心を寄せ、2009年には、クルー・アレクサンドラのトライアルを受けたが、移籍は実現せず、ロザラム・ユナイテッドから提示された、短期契約は断りを入れた。2010年6月、 長い間バーディに注目していたハリファクスタウンの監督であったニール・アスピンはバーディと契約を締結したことを発表した。2010年8月21日に行われたバックストン戦でデビューを果たすと決勝点となるゴールを記録し2から1の勝利に貢献した。バーディは27ゴールでチーム内得点王となり選手間投票によるクラブの年間最優秀選手に 選出された。3から1で勝利したシーズン終盤の南東一致、タウン戦では、ハットトリックの期待がかかったが、達成は逃した。クラブは、ノーザンプレミアリーグのタイトルを獲得し、2011から12シーズンも開幕4試合で3ゴールを記録した。2011から12シーズンも好調を維持し、2011年8月26日に、バーディは、 カンファレンスプレミアに所属していたフリートウッドタウンと契約を結んだ。同日に行われ0から0で引き分けたヨークシティ戦でデビューを飾り、2011年9月3日に行われたケタリングタウン戦で初ゴールを記録した。翌週に行われたゲイツヘッド戦では後半アディショナルタイムのゴールを含め2ゴールを記録した。 3戦目のエブスフリートユナイテッド戦で2ゴールを記録してから1ヶ月間ゴールからは遠ざかったが10月18日に行われたアルフレトンタウン戦ではハットトリックを達成したこの時点ではフリートウッドタウンは首位を走っていたレックサムを追い抜くことのできる唯一の可能性を持っているチームと考えられており11月12日に行われた FA カップ1回戦のウィコム ワンダラーズ戦でバーディは2ゴールを挙げ、クラブ史上2度目となる2回戦進出を決めた。バーディはハットトリックを達成したアルフレトンタウン戦から11月26日に行われたゲーツヘッド戦まで5試合連続でゴールを挙げ、11月5日に行われたストックポートカウンティ戦では、クラブ史上最高となる3021人の観客動員数を記録した。この時点で、 バーディはリーグの得点ランキングで3位につけており、11月のカンファレンスプレミアの月間最優秀選手に選出された。12月2日に行われた FA カップ3回戦のヨービルタウン戦は2から2で引き分けたが、12月13日に行われた再試合はテレビ中継され、バーディは後半アディショナルタイムにチームの2ゴール目を記録し、2から0の勝利に貢献した。 抽選の結果、四回戦は同じランカシャーに本拠を置くライバルであるブラックプールに決まった。年が明けてもバーディは好調を維持し、2012年1月1日に行われ、6から0で勝利したサウスポート戦ではにゴールを挙げた。1月7日に行われた FA カップのブラックプール戦では、チーム記録となる5092人の観客を動員したが上位リーグに所属する。 ブラックプールに5ゴールを許し、バーディは1ゴールを記録したものの、チームは1から5で敗れた。同月には、対戦相手であった、ブラックプールからバーディに対し70万ポンドで、獲得のオファーが届いたが、これを断り、監督のミッキー・メロンと会長のアンディ・ピレーは、チームの昇格のために少なくとも、シーズン終了までは、バーディを在籍させ、1月の移籍市場において、 移籍させる意思はないことを表明した。最終的に優勝でシーズンを終えたフリートウッドはフットボールリーグ昇格を決め、バーディは選手間投票によりクラブの年間最優秀選手に選出された。プレシーズンマッチ前のアップ中のバーディ2012年5月17日、2012から13シーズンを前にバーディがレスターシティに移籍することが発表された。 移籍金100万ポンドはノンリーグに所属するクラブが受け取る金額としては史上最高額であり状況に応じて最高170万ポンドまで上がる契約となっていた5月18日にバーディはレスターと2015年6月までとなる3年間の契約を結んだ8月14日に行われたリーグカップのトーキーユナイテッド戦でデビューを飾り チームの4ゴール目を記録した。8月25日に行われたブラックバンド・オーバーズ戦で初ゴールを記録したが、1年目のシーズンは結果を出せず、レスターのファンからソーシャルメディアを通して批判された結果、バーディはサッカーから離れることまで検討したが、監督であったナイジェル・キアソンとアシスタントコーチのクレーグ・シェイクスピアの説得を受けクラブに止まることとなった。 翌シーズンのレスターは首位を改装し、その攻撃陣の中で、バーディ自身も多彩なスコアラーとしての地位を確立した。2014年1月10日に行われ、4から1で勝利した首位を争っていた地元のライバルクラブであるダービーカウンティ戦では、バーディはゴールと PK を獲得する活躍を見せ、この勝利によりチャンピオンシップの首位の座を確実なものとした。 最終的にシーズンで16ゴールを記録したバーディは選手間投票によりクラブの年間最優秀選手に選ばれチームは1位でプレミアリーグ昇格を決めた2014年8月19日バーディはクラブとの契約を2018年まで延長したシーズン開幕からの2試合を怪我で欠場したバーディのプレミアリーグデビュー戦は8月31日に 行われたアーセナル戦であり、後半から交代で出場し、チームは1から1で引き分けた。9月21日に行われた、マンチェスターユナイテッド戦では1ゴールにアシストと2本の PK を獲得し、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。試合は1から3と、リードされた展開から5から3と、逆転で勝利を挙げた。2015年4月11日に行われた、 ウエストブロムウィッチ・アルビオン戦では90分に決勝ゴールを挙げ3から2の勝利に貢献し、4月25日に行われたバーンディー戦でも決勝ゴールを記録するなどの活躍が評価され、プレミアリーグ月間最優秀選手の候補に選出された。2015から16シーズンはゴールを量産し、10月に行われた試合すべてで得点を記録するなどの活躍が評価され、 自身初となるプレミアリーグ月間最優秀選手賞を受賞した。さらに11月28日に行われた第14節のマンチェスターユナイテッド戦でもゴールを決め、ルートファン、ニステルロイの10試合の記録を超える11試合連続ゴールのプレミアリーグ新記録を達成した。最終的には24得点を挙げ、得点王のハリー・ケインにはわずか1点差で及ばなかったものの、 クラブにプレミアリーグ初優勝をもたらし、PF 年間ベストイレブンと FWA 年間最優秀選手賞に選ばれた。2016年6月23日、ビッグクラブへの移籍が噂されたが4年契約の延長が発表された。2016から17シーズンは不調で10試合ノーゴールで、あったが12月10日のマンチェスターシティ戦でハットトリックを決め、チームに勝利をもたらした。 UEFA チャンピオンズリーグベスト16、セビージャ戦のファーストレグでは、アウェーゴールを決め、その後セカンド、レグの試合に勝利したレスターが、チャンピオンズリーグベスト8進出に貢献した。2017から18シーズン、11月28日、トッテナム戦で得点、チームに勝利をもたらすとともに、リーグ戦、通算100ゴールを記録。2018から19シーズン、 2019年3月9日のフルハム戦で2ゴールを決めたが、1ゴール目はレスターでの通算100ゴールであった。4月28日のアーセナル戦では2ゴールを挙げて勝利に貢献した。2019から20シーズン10月25日のサウサンプトン戦でチームメイトのペレスと共にハットトリックを決め9から0で勝利した。 11月3日のクリスタルパレス戦でもゴールを決め、11節を終えた時点で早くも10ゴールを決め、得点ランキング首位に立つ活躍で、プレミアリーグ10月の最優秀選手に選ばれるなど、イングランド代表のサウスゲート監督は代表への招集の可能性も示唆した。10月19日の第9節バーンディー戦以降続いていた、自身の連続ゴールとチームの連勝記録は12月14日の、 第17節の理事戦で1から1の引き分けに、終わりバーディは、セットプレーからのヘディングでゴールも、判定は相手キーパーのオーンゴールとなる。この結果、自身の連続ゴール記録はは8戦連続ゴールで、ストップし、チームの連勝記録も8連勝止まりとなった。7月4日のクリスタルパレス戦でゴールを決め、リーグ戦20得点の大台に乗せるとともに、 プレミアリーグ通算100ゴールを達成した。後半戦は勢いを落としたものの、最終的には23得点を挙げ初の得点王を獲得。33歳での得点王は2009から10シーズンの元コートジボワール代表 FW、リディデ・ィエドログバを抜きプレミアリーグ史上最年長記録となった。2020から21シーズン、第3節のマンチェスターシティ戦で、 ハットトリックを決めた。アイルランド代表戦と UEFA ユーロ2016予選のスロベニア代表戦に臨むイングランド代表メンバーが2015年5月21日に発表され、バーディは初招集を受けた。6月7日にダブリンのアビバスタジアムで行われたアイルランド代表戦の残り15分にキャプテンのウェイン・ルーニーと交代で出場し、代表デビューを果たした。 2016年3月26日のドイツとの親善試合で代表初得点を挙げた。同年のユーロフランス大会にも出場し、ウェールズ戦で得点を挙げた。2018年ワールドカップロシア大会では、グループリーグ第3戦のベルギー戦で先発出場。その他3試合に途中出場した。ワールドカップ終了後の8月28日、イングランド代表の引退を表明した。 バーディと同様に、ノンリーグのクラブから、プレミアリーグ、イングランド代表にまで上り詰めた、ヤン・ライトは2015年10月に、バーディは UEFA ユーロ2016において、1990FIFA フフワールドカップにおけるサルバトーレスキラッチのような存在になりうると話した。ライトは、バーンリー時代のチームメイトであるミッキー・メロンがフリートウッドタウンの監督を務めていた際に、 バーディと契約を結んだ時に初めて知り、監督からは、運動量が豊富でファーストタッチがうまく、前線からの守備を怠らず、肩にはまらず本能でプレーする選手だと伝えられた。バーディは絶えず、走り続け、前線からのディフェンスに貢献する選手であり、スピードとパワーを備え、空中戦にも強く左右両足でゴールを狙うことが、できる。ガリー・ネビルは、バーディについて、 チームの調子やリズムを整え、チームメイトにサボる言い訳を与えない。と、バーディがチームにどれだけ影響を与えているかということについて研究した。バーディは、家具職人の父、リチャード・ギルと、当時まだ学生であったリサ・クルーズの間に生まれた。父親は別の女性との間に子供を作り屋から出て行き、母親は、フィリップ・バーディと再婚した。2015年11月に、 メールオンサンデーが身に居場所を突き止められたギルは息子がプロのサッカー選手になっていたことは知らなかったと話した。プロになる前のノンリーグ時代には医療用の服墨を作成する技師として働いていた。2007年にパブの外で耳が不自由な友人を守るために取った行為により暴行罪で有罪判決を受け電子タグを取り付けられ6ヶ月間18時以降の 外出禁止令を受けたことにより、サッカー選手としての活動にも影響を受けた。ストックスブリッジ時代に、イギリス陸軍への入隊を本気で考えていた。地元、シェフィールドの採用センターまで行ったものの、前日の前歴が影響し、志願を断念した。2015年8月、サンオンサンデーがは、バーディが1ヶ月前に、カジノにおいて、東、アジア系の男性に向かって、 ジャップとののしっている映像を公表した。バーディは間違ったことをしたと謝罪し、クラブから罰金処分と研修を受けさせられた。2015年11月にバーディは VQ アカデミーを開設した。1年に最大で60人のノンリーグに所属する選手を集め1週間に渡るトレーニングをリーグのスカウトが見ている中で実施し、実力をアピールすることができるようになっている。 同月にストックスブリッジパークスティールズはメインスタンドにバーディの名を冠することを発表した。2015年12月にデスターを拠点にする食品会社であるウォーカーズ社はバーディのプレミアリーグにおける連続ゴール記録を称えてバーディ塩味の限定ポテトチップを制作した。ありがとうございます。